ございます。おはようございます。連日のロケということで、今日は新橋駅ですね。はい。SL 広場の方で撮ろうと思ったんですけど、ちょっと政治活動してる方がいらっしゃいましたので裏手に回りまして、うん、ゆりかもめの乗り換え口ですね。デゴイチの機関車の動輪、うん、新橋といえば鉄道発祥の地なわけなんですけど、今回は鉄道ネタではなく、うん、今日は何をやるかと言いますと、はい、今のところ当チャンネルで上がってる動画の中で、結構ご好評いただいてますのが、23区の東西南北の端っこに行きましょうと、うん、最南端、最西端、最北端、最東端と回りましたけれども、そうね、じゃあもう横全部行き尽くしたから今日は上をやります。上下にね、はい、擦り倒すんよね。擦り倒します。受けたんで。もうあと上と下しか残ってないし。そうね、23区最高峰、はいはいはい、ってどこでしょうっていう話だ、はいはいはい、なんとなく想像つきます、ね、そうね、23区って山じゃないですもんね。そうね、うん、デコボコはしてるんですけど、はいはいはい、西の方なんかなって気がするけどね。そうですね、東に行くにつれやっぱ下町っていう感じですから、うん、その通りでやっぱ東の方はすごい低いです、うんうん、実は23区の最高峰って定義によって3カ所あるんですよ。ほうほうほう。23区の最高峰3カ所、うん、全て回ります。おこれは大変やね。まだちょっと1日がかりのロケになりますけれども、はい、定義によって3カ所あるって言いましたけど、うん、それ気になってる。全部地面の上の話です。はいはいはい、はい、人間が到達できる最高峰は、まあ、確認してませんけど、おそらくスカイツリーの展望台の上の方です、うん。確かに確かに、それはそれは良くないよね。あんなん良くない、ああいうの良くないから、うん、立てたらそれはね、それはね、別に一回スカイツリーは置いて、うん、地図上のね、うんうん、最高地点3カ所、はい、まずはこの新橋から歩いていけるところ、まあ、ちょっとね、あ、そうなんや、東にもあるんやね、そういうのが。そうですね、そこに1個目がありますんで、はい、まずはその1個目に行ってみたいと思います。ありがとうございます。今日は月曜日ですので、ちょうどお昼休み過ぎぐらいのオフィス街を、中をくたびれた T シャツ着た2人がちんたら歩いておりますけども、これが虎ノ門ヒルですね。はい、虎ノ門の街並みが、はい、ありがとうございます。背にですね、港区虎ノ門の愛宕神社、はいはい、ということで1個目はこの上、愛宕山という、はいはい、ちょうど神社があるんですけど、愛宕神社という神社があるんですけど、愛宕山という、ここが一つ目の最高峰、まあ、厳密に言うと東京23区内で自然にある山、人工ではなくて元から自然地形としての山の中で一番高いと。ほう。標高はなんと、はい、ああ私今ほぼ海でおなじみ新橋から来ましたから、そうですね、まあ20分ぐらい歩きましたけど、うん、そうほぼ登りませんでしたね。登りませんでした。愛宕山の標高が 25.7m、 これが23区最高峰の標高と考えますとだいぶ低いですね。だいぶ低いな、やっぱりな、だいぶ低いんですけど、言っても急なこの出世の階段、石段、出世の石段でもあって、ご利益あるんですか。あ、確かに書いてあるね、出世するらしい。ああ、ありがとうございます。徳川の時代からあって、はい、お殿様が、うん、俺なんか山の上に、うん、梅が咲いてて、うん、なんか馬乗ったまま梅取ってこいってむっちゃ言って、うん、それで取ってきたやつがおった、うん、みんな嫌がったけど一人だけ馬の名手が取ってきて、そいつめっちゃ出世した、そういう言われだった。そんなふと一発逆転入るんですね。そう、そういう時代は。そうです。逆転の出世の石段がありますので。はい。ちょっとまずは。いや、すごい。急やな。行きます。急ですよ。行きます。最高峰に登頂してる感じがしますね。しますね。ちょっと回しながら登ってみますか。登ってみましょうか。僕ね、あんまり得意ではないんですが。膝とか大丈夫ですか？壊してないんでしょ？大丈夫大丈夫。僕は左膝ちょっとやばいです。
このその年で左膝壊してんの？いや、なんかまたクリスマスの時と一緒なんですけど、はいはいはい、空港泊とか夜行バスみたいなのがやりすぎて続くとダメなんですよほとんど登ってきました。このトレーニング禁止と石段でのトレーニングは刑に当たりますそう、おやめください。これあの危ないからではなくてですね、危ないからではなくて不敬なんで、刑に当たるから、本当にダメということでね。なるほど、感じの神社ですね。そうですね、神社の境内のどっかに三角点があるはずなんで、はい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 、それを見たりとか、そっか、まあ、お参りしましょうか。お参りする。綺麗な池です。ことこれやろ、お前はただの猫のくせに。猫に縁がありますね、ペチさん。猫多いっすよね。あれ、尻尾を切られとる。あれっすね、どれっすか、あれですか。まあ、三角点はその山頂に建てられることが多いというだけで、その、うん、必ずしも一番標高の高いところにあると限ったわけではないんですが、お、うんうん、およそってことですね。まあ、およそこの神社の境内も平地ですし、うん、基準の一つ、山頂の基準点の一つと、はい、一つということでしょうかね。はい、ということで、はい、愛宕神社でございまして、ちなみにあの NHK 放送博物館ってあるじゃないですか、うんうんうん、ここはまあその戦前とか高かった、周りにこんな今みたいなバーみたいな高層ビル群が林立してなかったわけですから。そうね、ちょっと今見えへんかな。ラジオとかが放送してたらしい。こっからね、こっから、うん、あれ今日月曜なんで休みなんですけど、うん、あの中に玉音版あるらしいです。玉音版、玉音版、あの945年の1945年8月15日正午に放送された音声が、うん、とある音声があるんですけどそれが収録された版。そうなんですね、レコード版か。へー、があるらしいです。あの話もすごいですけどね、あの球場事件つって本当に奪われて、うん、ぶっ壊されそうになった、うん、本当、あの戦争を続けた人がありましたので、それを守りきって無事流したという球場事件という、まあ、それは知らんかったな。日本の一番長い人の映画を見ていただければいいかなと思うんですが、ちょっと見ます。はい、まあ、そんなものも見れますし、うんうん、こういうビル群の都心の中にあって、こういう憩いの場、そうね、あの緑も豊かで、あのラムネとか、そうそうそう、お茶屋さんが、そうビールとかも飲めるらしいんですけど、うん、めちゃくちゃやっぱいいいい雰囲気ですね。ここが、23区の自然地形の山としての最高峰でした、うん、ありがとうございます。25.7メートル、はい、まあその自然地形最高峰と言ってるからには、その人工地形最高峰がこれより高いわけですよ。そういうことやな、うんうんうん、人工の山、築山、土を盛り土して作った山、うん、これでもっと高いところがありますので、はい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 、まあ次はそこに行ってみたいかな、はいはい、ここあの車でも来れるようで、そうですね、まあなんせ山っぽいですけど 25.7 ですから、確かに確かに、すぐですから、うんうんうん、そう、階段登るとちょっとやっぱさすが高かったけどね。そうそう、怖かったけど、帰りもあの勾配を、うん、あれ降りなあかんからね、危ないよね、気をつけていく。それ以外の方法もまあ あるんですけど、うん、あ、こっちからね、はいはいはい、このクソ怖い勾配をはいはい、行こうか。降りて次は、うん、人工の築山の方に向かって行きたいと思います、はい、いやこれ怖いな、これ怖いんで、多分撮りながらあんまり、いや俺あのしっかり推奨しないです。OK、大丈夫。はい。ということで、全然 25.7m より高いビル群に囲まれてはいるんですけど、うん。まあ、自然地形としては、そうですね。いい感じです。ちょうど都心の憩いの場的な海の愛宕神社、愛宕山でした、はい。ありがとうございます。神社の前に。人工の山も含めた一番23区で高い山、はい、日沈んでからは陽気へん、お、めっちゃ山頂やん。